時津線香はですね、ハンドバース。おうおうおう、はい、そして、はい、ブッチが、マルターズアポロシー。おうおう、すごいな。すごい。ほんで、ブービーが、サトノのブレス。サトノのブレス。サトノのバですね。サトノダイヤモンド。サトノのダイヤモンドに咲く。はい。各方ね。はい。で、ハゲの小芝が、北さんブラックですね。あー、なるほど。ハゲてへんのじゃない。そうなの。小芝さんと一緒、良かったです。ね。で、はい、この企画どうなるのでしょうか。オンエアは12月30日ということで、これを以上聞いてくださっている皆さんは、この結果がね、どうなっているか分かっていると思うのですが、ね、皆さん、この後の有馬記念、楽しみにしておきましょう。さあ、ということで、この時間は、イニティキングの有馬記念予想をお届けしました。林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、このね、結果楽しみですね。あの、さっきも少しお話があったんですが、今年は1年いろんなところでライブもされてましたよね。はい、ね、そして来年